昨夜、磐田市の路上で自転車に乗っていた男性が突然、車から降りてきた2人組に襲われ持っていた荷物や現金1万円を奪われる強盗事件がありました昨日午後11時半過ぎ磐田市見附の県道を近くに住む64歳の男性がコンビニから自転車で帰っている途中突然停車した自動車から降りてきた2人組に襲われました。2人組は 男性から現金1万円入りの財布などが入ったリュックを強引に奪い車に乗って逃走しました男性はその際に転倒し足に軽い怪我をしました警察によりますと車から降りた2人の他にもう1人が車に乗っていたということです現場は街灯などがない暗い場所だったため3人の詳しい特徴は分かっていませんがリュックを奪った1人は180センチぐらいの男だったということです 警察は強盗傷害事件として逃げた3人の行方を追っています。